ご視聴いただきありがとうございます。2本目の動画になります。では早速刺繍をやっていきます。本当に初めてだし、針も全然持ったことはないんで、小学生の時にやったぐらいですね、針を持つとか。図案ごとになんかこう、こんなことできる？できなくない？これ刺繍枠に収まんないですよね。どういうことだろう。ちょっと難しい。とりあえず帽子からいく感じでいってみます。なんと真ん中だし、なんかネットとかで使い方見た感じだとこうなんですよ。ほーら、ピンと張る。で、これでキューッと締めていって、説明書を見る限り、この A とか、B とかはこのランニングステッチ、ストレートステッチっていう刺し方だと思うんだけど、もうこの時点で全然わからないですね。ランニングステッチは順番に縫っていく、ただ普通の縫い方なのかな。いわゆるザ刺繍みたいな感じで。うん。よし。じゃあ、A の5、グレーの、違うわ、帽子だから、いや、これ A から始めるっぽいですね。よし、A からやりましょう。A のうさぎちゃんからいきます。あ、これ、刺し方図を見る限りちょっと急には無理ですね。この感じでいくってことかな。こんなことしたらでもピントはまんなくない？はまんのかな。はまるよ。じゃあこうじゃなくてもうちょいずらさないと刺繍できないっしょ。はってる。これでいいのかな。ちょっとしか噛んでないとピント張らないんじゃないですかね。手先が不器用なのがバレちゃう。これのダメじゃない。とりあえず、うさぎちゃんを縫うことを目標にやっていきます。A の5番、A の1番。A は多分ランニングステッチで、5番がグレー、1番がピンクですね。じゃあ、1番ピンクから、もうピンクも2本あるしね。いいのかな？ピンク2本あって。3本あるよ。こうやって抜いた方がいいのかな。細い糸が、うわ、すげえぐちゃぐちゃになっちゃった。失敗した。いや、後でやるとして、細い糸が6本ゆるく寄り合わされています。このキットでは全て3本取りで使用します。なんとなくこれネットで見たんですけど、これをばらして3本取るらしいんですよ。見えますかね。本当に何回にも程があるんじゃないですか。
あ、でも3本、6本ありますね。これ何、みんなどうやってんの？超むずいよ。まだ、まだ、刺繍始まってないですからね。よいしょ、くる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 。じゃ3本取れましたんで、そして何番の針を使うかですよね。それも書いてないんで、あ、さっき確認したんですけど、これ同じ針じゃなくて3本とも違う針なんですね。3号、5号、7号。多分太い方からが数字が若いんで、3号、5号、7号。なんとなくだけど、太い方がやりやすい気がする。刺繍糸の通し方。二つ折りにして、あ、糸を整えますって書いてある。糸は整えるんですね。これもしかして1本ずつにしてから3本合わせるのかな。そんなわけないよね。え、この作業みんな毎回やってんの？すごくない？ああ、1本には簡単になる。すごくない？こうなんかもうこの時点で悪戦苦闘なんですけど、よいしょ、ね、絡まるっていうね、まさかの。まだ刺繍始まってないです。なんとなくまっすぐにそれぞれをしていって、良さそうですね。え、これ寄ってやった方が良かったんじゃないですか？自信がなくなると声ちっちゃくなっちゃいますね。あ、糸通しが多分存在しますよね。あの男の人の顔が書いてある銀色のやつ。マジ通んない。このこれで通ったっぽくない？通ったね。で、あ、で、多分この後に先を待つ、祭り縫いじゃない、玉止め、そう、玉止めしなきゃダメなんですよ。玉結びか。くるくるいかないですね。なんかくるくるいくって書いてあったね。これですね。多分これで玉縫い、玉止め、玉結びができたんじゃないですか。そしたらピンク早速できたんで。これもどこから縫っていくんですかね。この耳の内側周りなんで、ここの角からいきます。多分裏から通すんだよね。
へい。あ、これ基本のステッチ。記念すべき1本目ですよ。一縫い目。で、こう、右回りにやっていきますね。右回りじゃねえ、左回りだよ、これ。時計の逆回りでいきまーす。多分、糸じゃないや、針太かったんじゃない、これ。なんかすげえ穴開くけど。でも、これ以上細いものに糸を入れる自信がないので、わ、超むずい。刺繍思ってたよりむずいですね。入り口はともかく、表から刺すのはともかく、下から刺すときにすげえ出口がわかんないですね。もうちょい上だよね。もうちょい。ほーら。黙々とやっていきます。あ、そう、なんで刺繍始めたかっていうと、ちょっと自分の服にカーディガンとかに刺繍したいな、花の柄を入れたいなとか思ったのがきっかけなんですけど、どうもそれ超難しそうなんで後回しです。とりあえず基本のステッチとかやることを覚えていってから服の刺繍、まあ最終目的地、着地点とでも言いますか、そんな感じになると思います。一応この動画はその服の刺繍が終わるまでみたいなところを目指してやっていくのかなと思います。てかこれ糸長すぎたんじゃない？糸途中で切るもんなんじゃないですか？その辺もちょっとリサーチ不足にも程がありましたね。後でネットで調べてみよう。これめっちゃ時間かかるじゃないですか。俺今日この図案全部、この布一枚やりきる気だったんですけど、それも小一時間ぐらいで。全然できないですね。ああ。よいしょ。あとこれ、寄っちゃってるけど、布がちゃんと貼ってないから、こうなるんでしょう、きっと。真ん中からやればよかったですかね。でももう他のステッチに関してはストレートステッチはなんとなく想像がつくんですけど、他のステッチに関してはもう想像もつかないんです。ちょっと実はね、どうやればいいのか。なんで、一旦ウサギちゃんの耳の内側を縫い終わったらっていう、すごいしょぼい場所で、すごいしょぼい場所で一旦動画は切り替えます。お勉強してから次の動画をやります。なんかこんなにやりづらい、僕これ iPhone で上から撮ってるんで、ちゃんと
見えてるかどうかもよくわかんないですね。見れてますかね。見れてるといいな。よいしょ。すでにこの時点で僕はもう気づいちゃってるんですけど、線がガタガタですね。獅子のステッチがガタガタですね。あとなんかさ、多分刺繍するのには使わないのかな。指抜きってあるでしょ。多分ピーターパンに出てきたぐらいだから、指抜きって裁縫の道具だと思うんだけど、このそれを使わないと上手にできないのかな。でもそんなこと書いてないからね、この初心者用キットに。あ、これここからじゃなかったな。今最後に縫う一縫いのとこから始めるべきだったですね。そしたら隣にスムーズに行けたと思うんだよな。はい、ここでようやく半分です。で、多分右耳を縫ったらここ裏で止めんのかな、止めないのかな。このまま縫っていきまーす。今度逆向きでやっていこう。逆周回です。これもう、今すでに僕は気づいてちょっと参ったなと思ってることがあるんですけど、玉止めのやり方がわからないです。ちょっと今初心者なりにうまくいってたんで調子に乗ったら糸が布に噛んじゃいましたね。これしとかないと糸外れちゃうでしょ。まあ、これでうまくいってたって言ったら刺繍やってる人に怒られちゃいますよ。こうやって裏見てたりするとできんじゃない？わ、なんかわけわかんないことになってる。この糸何？あ、これあれっすね。玉結びしたやつですね。これ切っちゃおっか。玉結びした。切っちゃいます。これそうだよね。でね、刺繍用ハサミ、糸切りバサミをさっき買いに行ったんですけど、3000円ぐらいのしかなくて、たっかと思ってやめたんですよ、買うの。とりあえず初心者用キットをやるうちは必要なさそうなんで、買うのは後にします。あ、これかな。ここにすごいちゃいます。やり方が悪いのかな。とりあえず玉止めができないことはもう目をつぶっていくしかないですね。やっぱスーって音聞こえるんですね。交換するのはあんまじゃないですか。なんかステッチが斜めってるね。やっぱこれ目がいい人が有利なの？違うな。多分針の入り口と出口をちゃんと見れる、見なきゃいけないんだ。雑すぎたかな。
最初はこんなもんなのかな。ちょっと難易度高くない？この段階ですでに。これで難易度高いって言ってたら、服に花の刺繍って何十年先になるんだよってなっちゃうんで。よいしょ。あとこの糸の使い方も合ってるのか、この糸出した時にぐーっと手を伸ばすのがめんどくさいです。7番の針がいいってネットに書いてあったんだから、3番じゃなくて7でやればよかったですね。次からちょっと7でやってみます。あともう一個今の時点でああと思ってるのが、なんか針を置くクッションみたいなのあるじゃないですか。子供の頃家庭科の授業で見たあれですね。ああいうのないから、これこのまま入ってた袋に入れなきゃいけないんだ。うち猫がいるからさ、僕の部屋でだけ猫を飼ってるんですよ。なのでちょっと針とかそのまんま置けないし、座布団に刺して、座布団とは言わないのかな、座布団に刺した針も そのままにしておけないから、ボックス的なのも必要ですね。そしたら、次は、ボックスと糸通しですね。買っとかないといけないですね。はい。完成はしてないですけど、途中までですけど、ここの、これですね。内側の丸いピンクの刺繍できました。なんかちょっと感動ですね。このなんかね、玉留めってなんかここでくるくるくるってやって、シュパパパパみたいな感じだったと思うんですけど、できないよ。そういう風にはできてないんだよ。これかな。絶対できないでしょ、これ。よし、ちょっと、そしたら、この状態で、処理を待ちまーす。あ、てか、天才。こうしちゃえばいいんじゃない？そしてこうしとけば玉留めいらないんじゃないですか。この布には通さないで、針、糸と糸の間にこうやって通してかましておけばいいんじゃないですか。多分僕が考えることなんて誰でも考えつくんで、これおそらくできてないんですよね。あ、猫がめっちゃ泣いてきたんで、とりあえずこの辺で動画は本日は終了させていただきます。できるだけ毎日更新していきたいと思ってますので、うまくいくといいな、温かい目で見ていっていただければ嬉しいです。それでは、純の初めての刺繍の動画、見ていただいてありがとうございました。次回こそはうさぎちゃんを完成させます。まず、ランニングステッチ、それから C フレンチナッツステッチ、それから F クロスステッチ、これをネットで調べてどういうステッチかざっくりでも覚えてから
次の動画始めたいと思います。今日は、変な姿勢でいたので、変な姿勢というか普段座ってない場所に座って動画を撮影しているので、めちゃくちゃ左足がしびれてます。その報告必要だったかな。じゃあね、次回の動画また見ていただけたら嬉しいので、皆さんぜひよろしくお願いします。糸ってこういう風にしとくの？なんか嘘くさい。あ、これなんか3本ずつ入ってると思ったら違うんだ。折れるように折ってあったんですね。わかりました。では、ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。